はい、皆さん毎度毎度、今ね16倍速でね染めてるけどね、これね毛染めさ、コームをさ、どうしても早く動かすの、毛染めを取る頭に塗るときピタピタピタってこう早く動かすじゃない、あら早く動かしてなんか得があるのかなって最近思ってきたね。ゆっくりペッて塗りつける、ペンキやなんかさハケで塗るとき意外と手の動きが遅いよね。ちょっと今日ね、あのプロのペンキ屋さんのね、あの手の使い方、ハケの使い方、あれちょっと見て YouTube で研究してみようね。なんかもっとね疲れないで効率よく早く塗るなんか塗り方があるんじゃねえかなと思ってね。根元1センチだけ塗るときは今のハケでいいのかね、根元2センチ塗るとき今使ってるハケでいいのかね、あのハケの硬さとか長さとかね、なんかそういうの考えてるとなんかねえかなって考えるね。指で揉み込むってのも意外とね早いんだよね。最近疑問に思うのはさ、毛染めのコームでさ薬を薬剤を取るじゃない、それをさ、まあ大体皆さん毛に対して平行にコーム動かしながら塗るじゃない、それで横幅広く塗りたいわけよ。それやっぱりコームの動きがおかしいんじゃないかなと思って、毛に対して直角に塗るっつうの、スライスに対して平行にスライスの方向にコームを動かした方が早いのではないかと。ペンキ屋さんだったら絶対にそういう使い方しないよね。あのせっかちのお客様ね、あのシャンプー台で起き上がるともうすぐこっちに来ちゃう人ね、あのもう自分で歩いてね、こういう方の対策ね、寝てる時によく拭いとくの、よーく寝てる時に拭いといてね、で起こしたらもうどうぞと、あの起こしてからね、椅子を起こしてから拭こうと思うとね、あの逃げられちゃうからお客様にね、まあそういう人はねよくいるでしょ、逃げられたっていうのね。マイペースでのんびりやってるねアシスタントの子なんかね、やっぱりせっかちのお客さんに、ね、逃げられちゃうからね、まあそういう人はね、あのシャンプー台寝かした状態でよく拭いておく、それでも起きたらもうどうぞと、もう逃げられて結構一歩進んで逃げてもらおうと。まあこれお店のねシャンプーのやり方っていうのもいろいろあるからね、なるべくシャンプー終わったらね寝てる状態でよく拭くってことだよね、もう十分寝てる状態で拭いちゃう、で起き上がった時は襟足ちょっと拭くぐらい、ほんで逃げられたって構わないと。まあごく稀にね襟足に泡がついてたりするけどね、そしたらまあもうそういう人はもうここで拭けばいいだけであってね、もう逃げることを前提に仕事してれば OK と。でも美容師がさ地アミン入りのさ変なカツラ用の変なお客様に塗ったくってさ、あれ恥ずかしくねえかね、本当に商売だから金儲けのためにやってるって感じだよね。ああいう髪質にさお客様の髪の毛がなってさ平気なんかなと思うよね。袋にね人毛には使うなって書いてあるのにね。はい、お疲れ様でした。